はい、皆様こんばんは。仏教神学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。はい、動画ナンバーが82番になりますけれども、大石寺の階段の大本尊義作の真実日蓮の造立ではないの第1番になりますけれども、この中で、まあ、私が階段の大本尊が日蓮の造立ではないという証拠をまあ、かなりずらっとこうね、並べまして、概略申し述べたわけでありますが、この中にですね、有名なね、聖人御難事という日蓮の遺文の文ですね、はい、要は27年なりというあの文でありますが、これが出世の本会、日蓮出世の本会の文章ではないと歴代のホッスが言ったというところを、まあ、述べたわけでありますね。そうしますと、まあ、法華経院の方から質問のメールが来ました。はい、こんな感じです。どの動画を拝見しました。質問したいことがあります。17分頃、まあ、この動画の第17分頃のところですね。第6の根拠、聖人御難事について、日光聖人が聖人御難事を出世の本会は関係ないと言った。日見聖人が虫払いの説法において聖人御難事は階段の大御本尊が出世の本会である証拠にはならないと言ったと秀さんは主張されています。具体的な文書を示していただけませんかという、まあ、質問でございますね。はい、まあ、文書を出せという質問でありますんで、まあ、文書をこれから出します。まあ、出しますけども、ちょっとその前にちょっと誤解のないように、ちょっと一言その前に、申し述べることがありますと。はい、それは何かと言いますとですね、まず第一にその例のその要は27年の分ですね。はい、この聖人御難事、平成新編御祖伝集の1396ページ、旧大石寺版、今の創価学会版の御祖伝集の1189ページに載っております。聖人御難事の文ですね。はい、ちょうど平成新編でいうと、ここのところですね。はい。仏は44年、天台大師は34年、伝教大師は24年に出世の本会を遂げたも、その中の大難申すばかりなし、先々に申すが如し、世は27年なり、その間の大難はおのおのかつ知ろしめせりということで、ございますね。はい、この文がその世は27年なりというのは、その日蓮の出世の本会を表した文であるということを言ったのは、最初に言ったのがですね、この大石寺56世の日王という人が初めて言ったんですよ。歴代の発出がですね、ずっと昔から言ってることじゃないんですよね。このね、大石寺56世日王という人が初めてその出世の本会説というものを唱えたというところで、この日王以前にそんな説はないんですよ。はい。そこが一つのポイントでありますね。はい。それからですね、大事なところは、この1279年、弘安2年10月12日に、階段の大本尊はそもそも造立されていないと。で、日蓮在世の時から、1445年のまでの間、階段の大本尊、という本尊がね、この地球上に存在していなかったと
いうところが一番のポイントなんですよ。その根拠が、この当時ね、鎌倉室町江戸時代は小兵器であって、身延山に楠木はないとですね。あるいは日蓮にその漆塗り、金箔加工をする経済力はなかったと。あるいは楠木を細から運んできて加工する経済力はなかったとかですね。あるいはいろんな他の結文、日蓮の結文とかですね、あるいはその弟子の後々のいろんな文書と非常に階段の大本尊が矛盾していると。一番の問題はその106箇所ですね。106箇所が偽書であるということ。ここにはですね、日光着々僧正の曼荼羅をもって本堂の小本尊となすべきなりという文があって、体積上66世の細い日達法師は、この日光着々僧正の曼荼羅っていうのは、これは階段の大本尊のことであるというふうにはっきり言ってるわけですね。で、これが偽書なんですよ。ということは、もう、この1279年10月12日には階段の大本尊は投入されてないわけですね。ということは、このね、僧人五難寺の文の意味は明らかなんですよ。そんな出世の本家の意味はないということで、そのことを、大石寺の歴代のホストがですね、これは出世の本家の文ではないということを認めているというところが大事だと、大事なわけでありますね。海南の大本尊が存在していれば、この聖人五難寺の文は、これはその出世の本会の文か、そうでないかっていう文が、解釈の相違が出てくるわけですけれども、1279年公元2年10月12日、海南の大本尊を増量されておらず、1445年までの間にですね、海南の大本尊が地球に存在していなかったわけだから、このね、要は27年なりという文の意味は、出世の本会を表す意味ではないことは明らかなんですよね。で、そのことを、もう、海石寺の歴代のホッスが、ね、出世の本会の紋章ではないということを認めているというところがですね、大事なところなんですよ。はい。で、そこで、堀西公と安倍日賢、この二人のホッスがどこで認めているかというところなんですけども、大石寺59世堀西公はですね、1922年大正11年12月20日に刊行されました厚原法難誌という本があるんです。この本の72ページのところで、こんなことを言ってるんですね。はい、ちょうどこのところですよ。はい、なんと言ってますかというと、しかれば当時、何事か宗祖、宗祖ってのは日蓮のこと。日蓮の本願満足という史実があったろうかと考えてみると、戦士がかつてすぐにこの文を持って、階段本尊検証の絵文となされたようだが、直接の文便はないようであるというふうに言っているわけでありますね。直接の文便はないようであると。だからこのね、要は27年なりの文ですね。戦士っていうのはこの大石寺56世日王のことですね。日王がかつてこのすぐにこの文を持って、この文っていうのはこの要は27年なりの文と言ってるんですね。階段本尊検証の絵文となされたようだが、直接の文便はないようである。直接の文便はない、でね、関係ないと言ってるわけです。はい、これね、大石寺56世日王という人は1922年6月15日に宣言お亡くなりになってるんですよね。で、堀西公はまだね、そのホストになる前なんですよ。で、このね、日王が亡くなって、ちょうど半年後、
6ヶ月後にこの厚原方南氏という本を書いて出版したんですね。好かれば何時何事かよ、手術のご本来満足という史実があったろうかと考えてみると、戦地が勝ってすぐに子供を持って階段本尊検証の絵文となされたようだが、直接の文便はないようであるというこの文を入れたということですね。まあ要するに日王がまあ亡くなってからね、この日王をちょっとその解釈が間違ってるよという文を入れた厚原法南氏を出版したということでございますね。はい。まあ、生きてる時にね、こんなこと書いたら大変なことになっちゃいますからね。まあ、死んでから言ったということでございます。はい。続いて、大石寺67世、安倍日顕発祖はですね、1983年、昭和58年4月6日の、大石寺の虫払い大法会御祖講の説法ですね。1983年ですから、まだ宗祖和合時代、一年宗祖と総学会の和合時代で、まあこれも、この説法は全部政教新聞に、載っております。そしてさらに、日顕上人全集というね、第1巻の287ページに載っております。はい。ね、これですね。これはそれは載った政教新聞。はい。それから、これが日顕上人全集の載ってるところですね。はい。で、何と言ってるかというと、しかし、この五章の日時は、この五章っていうのは、この商人五男児のことですね。この五章の日時は、弘安2年10月1日でありますから、まだ本門会談のご本尊検発を、順日の後に控えておりますと。したがって、この文が、直ちに会談の大工本尊を表したも、事実的証拠ではありません。このよう、そのように取るのは過ぎた解釈と思われますというふうにはっきりと言っているわけでございまして、日顕上人全集の一巻287ページのちょうどこの辺りですね。はい、ちょうどこの辺りに載っているというところでございます。はい。というところでですね、これはもう明らかであると思いますね。はい。まあ、聖人御南寺の文は、階段の大本尊とは全く関係がない文であるというところでですね、ここで、明らかになるではないかというふうに思います。はい。これによって、質問に対する答えとさせていただきます。はい。まあ、またコメントとかありましたら、またお寄せいただけたらと、いただけたらと思います。また、高評価のボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、どうも。ご清聴誠にありがとうございました。